よかった。弱そうな敵だ。よかった。弱そうな敵だ。ここだよな。はい。どうする？もう破壊しちまうか？いえ、その地下の研究所の中も調べてみましょう。もしかしたら人造人間攻略のことで何かヒントが手に入るかも。それもそうだな。よし、行ってみるか。これでこの時代にセルは生まれずに済みますね。それにしても思いがけない収穫があったな。まさか17号たちの設計図を見つけられるとは。これを母さんに見てもらえば奴らの弱点がつかめるかもしれません。あ、それでクリリンさん、見つけたこの設計図を母さんに届けてくれませんか？え、一緒に行かないのか？俺、父さんと一緒に修行をしてみようと思うんです。もし本当にスーパーサイヤ人を超えられるのなら、俺も。でもベジータが一緒にやってくれるとは思えないけど。かもしれません。でも一人でするより対戦しながら修行した方がはるかに伸びが早いのは父さんも分かっているはずです。そうか、覚悟はできてんだな。わかった、頑張ってこいよ。はい。クリリンと別れたトランクスはベジータの元へ向かい、一方でクリリンは設計図をブルマの元へ届けた。ドクター・ゲロの天才的な頭脳を惜しみながらも、ブルマたちは人造人間の弱点を探り始めたのだった。そして2日が過ぎ、3日が過ぎていった。ピッコロたちはカメハウスを起点にセルの行方を追っていたが、巧妙に姿を消すセルを捉えることはできずにいた。何もできぬまま、ただただ人々が襲われ続けていた。例の怪物が今度は南地区48地点の町に現れたようです。すでに住民の半数余りが。今度は南地区か。くそ、まだ間に合うかもしれん。行くぞ。頼んだぞ。しかしセルめ、むちゃくちゃやりおるわい。アンレ、みんな行ってしまっただか。ご飯ちゃんも。ご飯ちゃん気ぃつけるだぞ。うまく見つけることができればよいが。
こいつで近づけばセルに気を悟られる心配はない。今度こそ。ずる賢いやつだ。近づいても隠れられては探しようがないぞ。悟空、どうやって来たんだ。例の瞬間移動ってやつか。あ、もうしっかりいいのか。まあ腹は減ってっけどな。神殺様、名前まで合体させるんじゃない。基本はほとんどピッコロなんだ。ピッコロと呼べばいい。ほら、今のまんまじゃ人造人間にもセルってやつにも勝てやしね。ご飯連れて修行に行ってくる。たった一日で1年間の修行ができる場所へ。そうか、精神と時の部屋へ行く気だな。しかしあの部屋で1年間過ごし通せた者がいない。昔のお前もせいぜい1ヶ月がやっとだったはずだ。あの時と今は違う。今度は大丈夫だ。それとあとベジータとトランクスも連れて行く。あいつたちもきっと耐えられる。ならば早く行くんだ。セルは人間を殺しどんどん力をつけてきている。ああ、悟空、聞かせてくれ。フリーザよりもとんでもねえ敵が現れて怖いか、それとも嬉しいか。両方だ。そうか、諦めてないってわけだな。いいぞ、ごはん行こう。ベジータたちを呼びに行く。はい。ベジータさんたちはどこで修行してんだろう。ずっと向こうから木を感じんな。行ってみようぜ。お父さん、修行する場所ってどんなとこなの。ベジータの木だ。トランクスもいる。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。悟空さん、どうだ、特訓の成果は。ダメです。父は俺をただの厄介者としか見てくれてません。その父もこの3日間ただああしてじっと立っているだけで。さすがベジータだ。ぼんやりとスーパーサイヤ人のさらに先が見えてきてるらしい。邪魔だカカロット、失せろ。そう言うな。修行にいい場所知ってんだ。精神と時の部屋っちゅうんだけど、たったの一日で1年分の修行ができる部屋が神様の神殿にあんだ。本当か。あ、ついてこいよ。別にオラと一緒に修行しようっちゅうんじゃねえから。だけど部屋の定員は2人までだ。時間がねえからおめえはトランクスと一緒に入ってもらうぞ。いいだろう。ただし俺たちが先に入る。いいな。オラが子供の頃そこで修行したことがあるが、その時は1ヶ月くらいしか減ってらんなかったくらいに厳しいぞ。上等だ。俺にとってはちょうどいい。よっ。
父さん、今度は俺も一緒に修行させてください。俺は足手まといなんかにはならない。勝手にしろ。ちゅうわけで精神と時の部屋でまた修行してんだけど、いいか。わかった、ついてこい。風呂とトイレ、食料とベッドだけはある。頑張って修行しろ。カカロット、なぜ俺にも修行を進める？俺の最終目標は貴様なんだぞ。今度の敵は多分一人だけでは倒せる相手じゃねえ。そいつはおめえも感づいてるはずだ。後悔することになるかもしれんぞ。お先にすみません、悟空さん。頑張り、仲良くしろよ。空気も薄いし、重力も何倍もある。それに何もない、ただの真っ白の空間だ。なるほど、これでいい。こんなところで父さんと1年間も。おい、一緒に修行をさせてくれと言ったな。まずはお前の力がどの程度か見せてもらうぞ。遠慮はいらん。上がってこい。行きます。それで本気なの。笑わせるな。なめやがって。お前の力はそんなものか。それとも父親には本気を出せないんじゃないだろうな。そんな、それは。戦いが始まったらどんな相手だろうが相手をぶっ倒すつもりで来い。お前が誇り高い戦闘民族サイヤ人の、そして王族の血を引く者なら当たり前だ。俺は父さんとは違う。軟弱者が。俺の修行の邪魔にならんように叩き直してやる。次はあの町を狙うとするか。待って17号、18号、人間どものエキスを奪い、スーパーパワーアップした暁にはお前たちを吸収し、そして私は究極の体を手に入れる。もうすぐ、もうすぐは。